どうも、タイチです。今回はですね、ものすごい自己満動画を撮らせていただこうかと思ってるんですが、以前この卒業記念動画っていうのをね、お願いさせてもらった時に、そのハイチ宛てにメッセージをくださいっていうのをお願いしたらですね、約60人弱の方がメッセージを送ってくれまして、でそれを今から読んでいきます。はい、明日誕生日なんですよ、自分。そうで、その勝手にそう、ちょっと誕生日記念でみんなからもらって、でまだ一個も読んでないんですよ。で読んでないんで、さすがにね、動画なんで泣かないとは思うんですけど、ちょっと読んでいこうかと思っておりますので、誰得って言われたら俺得なんですけど、もしよかったら最後ね、お付き合いください。では、画面をね、出しますので、ポッつって。で、これで、この、配置へのところ、ちょっと既読に、ボタン操作になっちゃってるのもあるんで、少し数が減ってるんですけど、これをランダムに読んでいきます。さすがに動画で全部読んじゃうと、動画長くなっちゃうんでね、ちょっと抜粋したところになりますが、行きましょう。ね、こう、声がやばいな。結構、この YouTube の活動も6年やってると、この子がね、書いてくれてるように、結構自分の、こう、姿を見てというか、教師を目指そうと思いましたっていう、その教師になろうと思ったきっかけになりましたっていうのを、ちょこちょこ言ってもらえるようになったんですよ。趣旨がちょっとずれちゃうんですけど、自分の高校のその一人の恩師、ね、恩師が、その人の影響で自分は教師になりたいって思ったんですけど、その先生と卒業のちょっと直前ぐらいにね、話をした時に、こう、俺ともう一人いたの。その教師になりたいって言ったやつがね。で、その三人で話してて。で、教師をやってて幸せなことはいくつかあるんだけど、その先生がさ、自分の教え子が自分の姿を見て教師を目指したいって思ってくれた時こそ、ほど嬉しいことはないんだよっていうのをおっしゃってたの。で、俺はその時あんまりわかんなくてピンとこなくて、でも喜んでくれたら嬉しいなと思ったの、俺はね。でもそれをね、すごく感じるの。そう。感じるし、ダメだよね。ちょっとね、ちょっとうるっとくるよね、これはね。この子ね、ちょっと名前出せないけど、結構長い付き合いで、そうね、まあ、なんだろう、キャスト感もさ、結構来てくれてた子なんだけど、そうそう、まあ、こうなんだろう、受験の時も収録の時もって、メッセージカードをこの子送った子だったんだけどさ、そう、歌番組というか、に、普通にテレビに出てる子っていう言い方にも合ってるから、で、頑張ってる子なんだけど、結構、まあ、この子だけじゃないけどさ、こう、いじめとか、学校のね、友人関係とかさ、苦しんでるのを知ってる時期の子なんで、やっぱ、嬉しいよね。おい、マジか。今こうやってみんなが画面でね、見てるのは、まあ、編集しちゃってるんでね、だいぶ、こう、飛び飛びになっちゃってるんですけど、やっぱダメですね、こう連続では見てると。感謝を言ってもらうことがたくさんあるんですよ。本当にありがたいことにね、ハイチさんのおかげでって言ってくださってさ。でもやっぱり俺は思うんだよ。俺はやっぱり YouTube で勉強しようと思って、まあきっかけは何であれ思ってやってて、で頑張ってる子たち、そのみんな自身が素晴らしいわけであって、そうそう、俺はただただそこにみんなが頑張ろうと思ってるところにちょっとこう、なんだろうな、こう力を添えるぐらいなことしかやってないんだよね。結局、行動を勉強するっていう行動を選んでるのはみんな自身だからさ、そう。だから、この子とか、まあこの子だけじゃないんだけど、本当にみんなが素敵だなって思います。本当に。俺、この子のね、メールのね、どこだっけな。あったね、まあ、映ってる真ん中の下ぐらいかな。その私はハイさんの生徒ですっていう一言がダメだね。嬉しいね、嬉しいですね、本当に。俺は勝手に思ってるんですよ、動画見てくれてる子たちみんな生徒だと思ってるし、自分のそう。でもそれはさ、俺の独りよがりでいいと思ってるから、でもなんかそういう風に言ってもらえるとね、嬉しいですね。今回こう読ませてもらって、多分40件ぐらい読んだところなんですけど、
結構こう今まで初めてメールしますとか、初めてこうリプとかも何もしたことなかったんですけどっていう方が結構いて、ありがとうございます本当にすいません俺のわがままにね付き合わせちゃったんですけど、はい、ということで改めまして、読み終わりました。結局ですね、全部一気に全部ね読ませていただいて、で時間だと1時間弱ぐらいですねずっと読んでましたけど、ちょっと胸いっぱいで言葉がなかなかねちょっと出てこないとこもあるんですが、本当にありがとうございます。皆さんにねこうやって感謝を言ってもらえるのは本当幸せなことですし、頑張ってきてよかったなって思わせてくれるのも本当皆さんなんですけど、でもやっぱり自分からすると見てくれてるみんながいて、応援してくれてるみんながいるから、ほんと6年間こうやって続けてこれましたし、あんまりね、自分はそういうのを発信しないので、そこまでは。ですけど、多分みんなが思ってる何十倍も感謝してるんですよ、みんなに。そう。だから、こう、感謝してもらって、それをじゃあ、まあ恩返しじゃないけど、自分は恩を感じてるんで、恩返しとして、まあもともと教育に携わろうと思ったもんね、ある恩返しがスタートだったから、それもあるんですけど、まあ自分にとって教育の場っていうのは恩返しの場なので、まあこれから卒業してね、まあ自分の動画とも関わりがなくなっちゃう方ももちろんいらっしゃるんですけど、これから中高生になって、自分の動画が、まあ必要になるというかね、対象になる子たちも新しく出てきますんで、時代は変わっていきますけど、今学生として生活してるみんなにとってプラスになるものをね、これからも恩返しできたらなと思います。本当にありがとうございました。学生の皆様、保護者の方もね何名かいらっしゃいましたね。保護者の方とか、あとは教育関係に携わってる方、あと留学生の方もねいらっしゃいましたね。本当いろんな方に見ていただいてるんだなと思います。はい、ちょっと一日早かったですけど、素敵な誕生日プレゼントを勝手にね勝手に俺が言ったんだけど、でも素敵な誕生日プレゼントありがとうございました。これからも33歳になってもね頑張っていきますんで、どうぞこれからもどうぞよろしくお願いいたします。